7.62mm ファルライフルのバレルを強化して SAW とした FNLAR。 メカニズムはファルと全く同一だが、バレル部の厚みを増し、より長時間の連射を可能にした。さらにバイポッドとストック後部に折りたたみ式肩当てを装備し、命中精度を向上、 SAW としての要求に対応している。FNLAR はファルと変わらない操作性を持ち、同一のマガジンを使用するためファルと同時に採用している国が多い。M16A2 をベースに SAW 化させたM16A2LMG。 FNLAR と同様、 M16A2 ライフルのバレルの強化やバイポッドの強化がなされているほか、バレル上部にはキャリングハンドル、下にはフォアグリップが装備され、前進しながらの射撃を容易にしている。また100発の容量を持つ特殊なマガジンも製造されて、より多数の弾薬の連射も可能にしている。現在、アメリカの海兵隊をはじめ、エルサルバドルやブラジルなどで採用されている。AK-74 をベースとする SAW モデル、RPK-74。他の SAW と同様に、バイポッドを備えており、AK-74 より長いバレルサイズを持ち、より速い弾丸速度で長い射程距離を実現している。ライフルのマガジンより15発多い45発のプラスチック製マガジンを装着。これに対応してリコイルスプリングとレシーバーを強化し、長時間の連射を可能にしている。
RPK-74 はロータリーボルトを利用しガス圧で作動する AK-74 と同一のメカニズムが流用されている。現在ロシアをはじめ AK-74 を持つ東ヨーロッパ諸国を中心として採用されている。アメリカ軍のトライアルに向け FN 社が開発したミニミ SAW。 マシンガンを軽量小型化する方向で開発された点において、アサルトライフルを強化した他の SAW とは一線を画している。最大の特徴はベルトリンクとマガジンの双方で給弾できることで、マガジンは M16 の30連発を使用。さらに長時間の連射で熱を持つバレルの交換も可能になっている。現代の戦闘形態にマッチした SAW としての評価は高く、ベルギー、アメリカをはじめ多くの国で採用されており、日本の自衛隊でも次期 SAW として導入が決定している。